嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。無視水曜と出てただからこんな適当なんだよ。それ言い過ぎだろ。それ言い過ぎだろかよ。一番俺誇り持ってやってると思ったわ。曜日はどうでもいいっていう一連の笑いを作っただけであって、どうでもいいとか言ったらもうそれ笑えなくなってくるわけね。分かってるよ、そんなの。そんなの分かってるから。果たしてはい、ということで、はい、本日ちょっと怖めの都市伝説を冴えないドテズラが持ってきたみたいなので。お前週8でこれ来てんじゃね。2回目だよこれ来たの俺。フラミンゴです。どうも。カット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 です。はい、カットです。はい、はい、あ、今日はこのフラミンゴのように。え、上だよ。違う、って聞こえなかった今。そうでしょ。ポイントに行ってくださって。いやもういいじゃん。いい今日話す都市伝説怖いからね。結構今日話す都市伝説は髪が勝手に伸びる日本人形というね。階段でおなじみじゃないですか。そういや、もう見た目が怖いもん正直。そんなね、人形の中でもとりわけ有名なのがお菊人形っていう人形。人形ね。もうやばい。え、してやばい。これいるんじゃない。でかい。普通人じゃない。一旦上見てきて。マジで人いたらやばい。いませんでした。というわけで、じゃあ今回はお菊人形について話していきたいと思う。え、はい、わかりました。まあこのお菊人形が生まれた経緯なんだけど、大正7年栄吉っていうね男性がいました。じゃない。これ大丈夫だよ。その栄吉が娘がいて、娘の誕生日プレゼントで日本人形をあげたっていうことがきっかけなんだけど、まあその娘が3歳でお菊っていう名前でね。なるほど。お菊ちゃんは人形、日本人形。いや、何？ひどいね。ひどくない？もう多いよ。バチン。バチンの瞬間にえって聞こえたで今。もう怖い。進まない。進まないもん。これあの、ちっちゃい君のお兄さんから聞いたんですけど、はじめくんね、意外に昼ごろめっちゃ活発らしい。あ、言ってるね。昼系違う例があるの。いいらしいです。逃げ場ない。早朝しかない。あ、もうすまないんで話しますよ。もうもうお菊ちゃんは大層その日本人形をね大事にしてたと。まあそんなお菊ちゃんなんだけど、ある日風邪をこじらせてしまって肺炎になってしまったんですね。でちょっと残念ながらちょっと帰らぬ人となってしまいまして。肺炎昔は治る。まあそっか。え、じゃあもうめちゃめちゃ悲しんで、俺もおもろかった。お菊ちゃんとその人形をこう祀って、まあ、拝んでたんだって毎日。はい、おかっぱ頭だったのよ。である日見てみたら肩ぐらいまで伸びてたっていう。でも確実にそう伸びてるから、もう家族はお菊ちゃんがこれ乗り移ったんだなっていう解釈をしたの。まあいい意味でも悪い意味でも。でそれから昭和13年になりまして、はい、第二次世界大戦ですよ。うわ、始まりました。で A ちゃんは戦争のために樺太に移住したのよ。北海道らへんの、まあ今はロシア領だけど。人形を連れていくわけにはいかないから、北海道の万年寺っていうお寺にその供養の意味も込めて預けた。でそれで7年8年後ぐらいに戦争終わって、いざ地元に帰ってきましたと。で万年寺でその人形を見に行ったら髪さらに伸びてたっていう。ここら辺まで伸びてたって。うわ、その画像があります。こちらです。どうぞ。俺です。うわ長髪。もう最初おかっぱだったのよ。え、本当にマジで。そう、こんな長く伸びてたからもう栄吉もびっくりして、うわ、なんだこれはってなったんだけど、その髪が伸びた説がいくつかあるので、まあそれを紹介していこうかな。説1個目が、日本人形って人の毛でできてるのよ。それもって気持ち悪いもん。そうなんだ。人の毛で作るの。人の毛って切っても死なないんだよね、一時的には。で、ちょっと伸び続けるっていうパターンが結構あるの。そう、だからそれの影響で、これはもう特別強い毛でできてて、伸びたんじゃないかって言われてる。
まあ、でも、おかっぱだったのに、さっき見たでしょ、ここら辺まで伸びてめっちゃ伸びてて、こんなに伸びんのありえない、ね、そう、だからこの説はそんなに信憑性があんまりないと思う。で、説2つ目、これ温度とか湿度の変化で伸びた説。まあ今でもさ、雨の日とか湿度が高い時は結構スタイリングがしにくかったりとか、もう髪の毛って結構湿度とか温度に影響を受けやすい。まあでもさっき言ったように、こんなんでこんな伸びるとはありえないと。一番信憑性がある説が3つ目で、髪の毛2つ折り説っていうのがあるんだけど、日本人魚っていうのは一般的な作られ方としては、こう頭があったら一本の長い毛があるよね。君以外全員音聞いてる。どういう原理？全然聞こえなかった。ミニーっていなかったわけでしょ、うん、待って、もうマジで意味わからんって。もう話す内容も内容だから超怖えな。頭があって一本の長い毛をこう半分半分にこう二つ折るみたいな感じで作られてるのが一般的な作られ方で、でそれをこうやって中央ら辺に接着剤で固めるんだけど、その接着剤が徐々にね、時間が経つごとに落ちていって半分になってるのがこうずれて長く見えるだけみたいな。これが結構有力なのよ。そしたら前髪がこうなってないとおかしいわけじゃん。バラバラに動くわけないよ。どっちか統一されて動くでしょ。そうだね。でね、他にもね、こんな説があって、週刊女性自身っていう雑誌がありまして、この雑誌でお菊人形を特集した記事があるの。その記事に書かれてる内容によれば、万年寺に住む住職さんがいて、ある日男がやってきたと。その男が、私の娘が髪が伸びすぎてしまったので切ってくださいって言って、この日本人形を渡してきたっていう。娘がって言ったの？なぜか日本人形のことを娘って言って、それをね、差し出したっていうね、記事が存在するんですよね。まあでもこれも栄吉って言ってる例もあれば、助吉って言ってる例もあるっていう。スケチチ、スケシチだ。下ネタ言った言ってないですよ。言ってたんですよ。まあ、ドシモネタ出てたんですよ。ドすぎてみんなちょっと時差あったんですよ。そんなわけない。スケシチって言ってる例もある。シチだから大きくって言ってる例を、キヨコって言ってる例もあるとか。そっちのがきついって。だから諸説あるから、うん、本当にね、なんかどれが事実かわからないっていうのが現実なんだよね。へぇ、今でも万年寺ってあるんですよ。キヨコ？そう、キヨコ。キヨコ、スケチチ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 はまずい。そうで、事実がわからないんだったら万年寺に聞きに行きゃいいやんって思うんですよ、うん、はい、うん、なぜかこれの調査をね、なったな。カチッカチッって、これガルルルルみたいな。ガルルルル、うん、普通ので今声でした俺、まあ、ホラーナイトじゃないので聞こえたら調査班の方にお願いしましょう。だから万年寺に聞けばいいのに調査を許可してくれないんですよ。うわ、ガチじゃん。え、そうだ、これよく分かんなくない？だもしかしたら万年寺の住職がこの髪伸びる人形っていうのを嘘をついて話題作りのためにやってるかもしれないっていう説も浮上してきた。急になんか都市伝説のあの裏っぽい感じが出てきたね。そう、呪いとか言いつつも人間の欲のため、うわ、広めたいみたいな。なんだよ、やばいって、やばいってマジで。見るやばすぎる。まさまさ、もうでかすぎる。ホラーナイトじゃないからもう話入らないからもうやめましょうって、僕らなるべく触れませんってことにしてんのに、もう無理がある。怖い系の都市伝説でやった時に限ってこういうの多くない？前もさ、アナベルとかさ、あー、そうじゃん。そういう時もさ反応すんのよ、多分キヨコが動いてるのかもしれない。まあだから広めるためにやったのかもしれないけれども、結構ホラーナイトのコメントでもさちょいちょいあるけどさ、あそこに手人形置くのよくないですよとか、人形置いとくの危ないですよとか言いますね。人形は霊が取り付きやすいんですよ、やっぱり。血の涙を流すマリア像とかさ、あとさっきも言ったあの殺人鬼が、うわー、いやちょっと喋らせて、もう音やばく、今全部に聞こえてる音、響いたよね。今のはもうやばい、やばいね、飛び跳ねてんのかな。いいよ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 、だってモラ上から聞こえるもんね。もうどうしてる説じゃないの、ホラーナイトになっちゃったよ、もう。血の涙流すマリア像とかね、やっぱ人の顔を持ったものっていうのは霊が乗り移りやすいと。先ほども言ったけど、万年寺に今でもありますよ、菊子人形。菊な、俺に今なんて言った？菊子人形。じゃもう混ざる。お菊人形、まあ、興味本位で見に行ったらもう大変なことになってしまうかもしれませんと。やる気なくなってるやん。最近あんな頑張ってかっこよく示したのやる気ないやん。もう霊とかあったからみんなちょっとそれで薄れてるだけですよ。なんて言ったの？ウッディ人形とかありますけどみたいな話したね。総じてうまくなかった。何の言い訳です。いやちょっともうそれどころじゃないみたいな感じやったね。今もどん、さっきも声聞こえてたし、なんか声してる、うん、うーみたいな。うんうんうん、俺とね、もう触れなかった。今日は
都市伝説なんでしょうかね、うん、今日はホラーナイトですね。じゃあこれで終わりましょう。はい、はい、ということでね、と少しでもためになったりゾッとしました方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。いやもうなんかめんどくさいことになってる。幽体離脱。顔のデカさ全然違うんだよ。お前好きになって